はい、こんにちは、116インズです。今回はコメントでご要望いただいた両球団の思惑通りにいかなかったトレードについて語っていこうかなと思います。 MLB を語る上で欠かせないのがトレード。オフやシーズン中、特に7月末のトレードデッドラインあたりでは、チームの戦力強化を図るため、あるいは再建中のチームであれば未来のチームを作るためにトレードが積極的に行われますよね。当然ながらトレードに関わる球団同士は双方にメリットがある、少なくとも自球団にとってはメリットがあるからこそトレードを成立させるわけですけれども、当然ながら野球というスポーツはなかなか思い通りにいかないことの方が多いスポーツではありますので、チーム強化のために行われるトレードであってもうまくいかないことがあるのは皆さんもよくご存知かと思います。これが大型トレードで失敗となりますと、その後のチームの行く末をも変えてしまうことは2008年ぐらいのマリナーズの事例からも明らかかと思います。うまくいかなかったトレードで言いますと、どちらか一方が大失敗したトレードは人々の記憶によく残りますが、今回はどちらの球団にとってもうまくいかなかった大型トレードを直近10年ぐらいの中からいくつか思いついたものを今回振り返っていきたいなと思います。はい、まず一つ目は2012年1月に成立したヤンキースとマリナーズのトレードですね。このトレードは当時の若手のホープ同士が動いたものとなっていまして、ヤンキースはマイケル・ピネダとホセ・カンポスを獲得し、マリナーズはヘスス・モンテロ、それからヘクター・ノエシを獲得しています。トレードの中心的な存在はピネダとモンテロで、ピネダはこの前年の2011年にルーキーながらオールスターに選ばれる活躍を見せた先発投手で、未来のエースクラスとして非常に高い期待を寄せられていた選手でした。一方で攻撃力に課題を抱えていたマリナーズは強打のキャッチャーであるモンテロを獲得。モンテロは当時球界でも5本の指に入るぐらいの超がつくほどの有望株で、2011年9月のセプテンバーコールアップで MLB 初昇格を果たすと、18試合で OPS 9割9分6厘と打ちまくり、打てるキャッチャーとしての期待がさらに高まっていたタイミングでのマリナーズ移籍となりました。 MLB でもそれなりの結果を出しつつある2人のトレードでしたから、ヤンキースとマリナーズ双方にメリットがある話にも見えましたが、残念ながらそのようにはいきませんでした。まずヤンキースが獲得したピネダですが、トレード直後の2012年に肩の怪我を負ってしまいまして、この怪我をきっかけに2012年、さらには2013年シーズン一度も MLB で登板できないまま終わってしまいます。2014年におおよそ3年ぶりに MLB 復帰を果たし、そこから2015年27先発で12勝、ウィンザーボブリプレイスメント 1.8、 2016年は32先発で6勝、ウィンザーボブリプレイスメント 1.1 と、まあいいとは言えない成績ではありましたけれども、先発ローテーションは概ね守りました。 FIP はこの2年間いずれも3点台と防御率よりも良いという結果ではありましたが、投手有利なセーフコフィールドから一転して投手に不利なヤンキースタジアムへ移籍し、ホームランが増えてしまったのが防御率にダイレクトに響いてしまいましたね。一応先発ローテーションの中でまずまずの活躍は見せましたが、2年間を丸々欠場してしまったことと、さらに放出したモンテロのトレード当時の価値を考えますと、見返りのピネダの成績はチームとしても少々物足りないものだったのかなと思います。ただこれよりはるかにひどかったのがマリナーズへ移籍したモンテロの方でして、まず期待されたバッティングはマリナーズへの移籍後あまり発揮されることはなく、2012年のシーズン15本が最多という有様。またもともと守備面に課題を抱えていた選手ではありましたが、そちらも一向に改善の兆しは見られず、キャッチャーとしての起用が難しくなってしまいました。キャッチャーだからこそ彼のバッティング能力は高く評価されていた部分もありましたが、打てない、さらにはキャッチャーもできないとなり、選手としての価値が急落してしまいます。そしてモンテロはただ活躍できないにとどまらず、トラブルも数多く起こしていまして、2013年には薬物問題が発覚して出場停止になってしまったりですとか、スプリングトレーニングに球団が設定した目標体重を大幅に超過した状態でキャンプインしたりですとか、挙句の果てにはマイナーの試合中にマリナーズのスカウトと乱闘騒ぎを起こしたりと、なかなかひどかったですね。ヤンキースに行ってからのピネダも微妙といえば微妙ですが、このモンテロを見てしまうとだいぶマシに思ってしまうぐらいには、マリナーズ時代の彼にはがっかりさせられました。期待された若手同士のトレードではありましたが、両球団ともにその若手に裏切られる結果となりました。はい、続いて2つ目は2015年4月のパドレスとブレーブスのトレードですね。このトレードは開幕戦前日という異例のタイミングで成立した大型トレードなのですが、パドレスはクレイグ・キンブレルとメルビン・アプトン・ジュニアを獲得。ブレイブスはカルロス・クエンティン、キャメロン・メイビン、マット・ウィスラー、ジョーダン・パローベック、そして2015年ドラフトの戦力均衡ラウンド指名全体41位指名を獲得しました。このトレードはなんといってもパドレスが開幕前日にキンブレルという絶対的守護神を獲得したのが大きく、このオフのパドレス
レスはジェームス・シールズ、ジャスティン・アプトン、ウィル・マイヤーズ、マット・ケンプを獲得する大型補強に動いていまして、その締めくくりとしてのこのトレードでしたからなかなか衝撃でしたね。一方でブレイブス側はキンブレルを手放すことで、合わせてアプトンの大型契約から解放されることを主眼に置いたトレードでして、12年のオフにブレイブスはアプトンと5年総額7525万ドルの契約を結びましたが、ブレイブスでの2年間でウィンザボブリプレイスメントマイナス 1.8 を叩き出す逆噴射ぶりを見せまして、チームとしてはできれば彼を手放したいという思いがあったんだと思います。その目的を達成しつつ、当時トッププロスペクトとして評価されていたウィスラーも獲得するという将来も見据えたトレードとなっていましたね。で、このトレードの顛末ですが、まずパドレスサイドから見ていきますと、キンブレルがそれまでのキャリアで最低の1年を送ってしまいました。2012年から2014年まで3年連続で防御率1点台で、移籍直前の2014年も 1.61 でしたが、パドレスに加入した2015年はこれが1点近く悪化してしまい、防御率は 2.58。 まあこれで当時のキャリア最低というキンブレルのキャリア序盤の支配力も恐ろしいところではありますが、ホームランも9人当たり 0.9 本と、こちらもキャリア最低の成績となってしまい、守護神としては十分活躍しましたが、チームが期待していたほどの絶対的なクローザーではなかったのかなと思いますね。また大補強を敢行したパドレスではありますが、チームは終始噛み合わず、プレイオフ進出は愚か74勝88敗で地区4位に沈むと、チームはあっという間に解体へと舵を切ることとなってしまいました。ちなみにアプトンはパドレスに来てから多少持ち直しましたが、それでもこちらも年俸に見合っていたかと言われるとなかなか微妙なところです。で、ブレイブス側ですが、アプトンを手放した時点である意味成功とも言えるのかもしれませんが、サラリーの調整要員だったクエンティンは獲得とほぼ同時にリリースされ、メイビンは141試合でウィンザボブリプレイスメント 0.6 と、リプレイスメントレベルと大差ない成績で15年のオフにタイガースへとトレードされました。そして見返りの中で一番期待されていたウィスラーは、残念ながらブレイブスで才能を開花させることはとうとうなく、2015年に MLB デビューを果たすとこの年20試合で防御率 4.71 とぼちぼちの成績を残したんですけれども、翌2016年は27試合で防御率 5.00、 2017年も20試合で防御率 8.35 と、なかなか1年目を上回る活躍ができず、2018年の途中にレッズへトレードされてしまいました。もちろんアプトのサラリーダンプがメインのトレードとはいえ、地元出身で人気も非常に高かったキンブレルを出して獲得したパッケージとしては、やはりこれも物足りないのかなと思ってしまいますよね。ただこのトレードはまだブレイブス側にメリットをもたらす可能性自体は残っていまして、パドレスから獲得したドラフト指名権がオースティン・ライリーに変わっていますので、ライリーの活躍次第ではトレードの見方も変わってくるかもしれません。続いて3つ目のトレードは、2015年のトレードデッドラインに成立したブルージェイズとロッキーズのトレードですね。ブルージェイズは健康なら当時現役選手の中でトップクラスのショートだったトロイ・トロウィツキー、ベテランのリリーフピッチャーであるラトロイ・ホーキンズを獲得し、ロッキーズ側はこの年ブルージェイズのショートのレギュラーだったホセ・レイエス、さらにはプロスペクトのジェフ・ホフマン、ミゲル・カストロ、ヘススティノコを獲得しました。ブルージェイズはこの当時強力打線を武器に、1993年以来のプレイオフ進出が射程圏内というチーム状況にありまして、そこに向けてもうワンプッシュを狙ったトレードになりますが、トロイツキーは契約がこの当時あと5年残っていましたので、中長期的なチームの編成も見据えたトレードでもあったようですね。実際ホセ・バティスタ、エドウィン・エンカーナシオン、ジョシュ・ドナルドソンといった中軸が揃っている中で、さらにここにトゥロも加わり、打線の顔ぶれは MLB の中でも屈指のものになっていた記憶がありますね。一方ロッキーズはレイエスを引き取ることになりましたが、トレバーストーリーの MLB 昇格も近い中で、トロイツキーの契約を放出してレイエスの転売も視野に入れつつ、2014年ドラフト全体9位指名を受け、エースポテンシャルを持つトッププロスペクトとして期待されていたホフマン、20歳ながらすでに MLB デビューを果たし、ブルペンの中で将来的に重要な場面を任せられそうなカストロ、さらには当時シングル A での活躍で評価を上げていたティノコを獲得し、未来のチーム作りに向けてマイナーのデプスをしっかり確保することができたトレードでした。で、このトレードですが、ブルージェイズは契約の重さに苦しむことになります。トロイツキーは移籍後41試合で OPS6 割9分7厘とバッティング面は微妙でしたが、ショート守備の良さは相変わらずで、チームも思惑通り1993年以来のプレーオフ進出、翌2016年も131試合で24本、ウィンザボビペースメント 3.3 でレギュラーとして活躍しましたが、ただ2017年以降は怪我の影響でなかなか試合に出られなくなってしまって、2017年は66試合の出場にとどまると、2018年は全休、試合に出られないにもかかわらず毎年2000万ドルという高い年俸もチームに重荷となってしまった印象ですね。結局ブルージェイズは2018年のオフに契約を2年と3800万ドル残して、トロイツキーのリリースを決断。
プレーオフに出場するという目標は達成されましたが、中長期的なチーム作りを見据えてという点においてはトロイツキーの獲得はあまりうまくいきませんでしたね。怪我がなければの最たる例のような選手ですが、もし彼がブルージェイズの思惑通りの活躍を見せていたとしたら、なんてことを思ってしまいますね。ただロッキーズ側もこのトレードでは全く思い通りにいきませんでした。転売も見据えて獲得したレイエスはトレード相手を見つけることができないばかりか、本人の DV 問題が発覚し2016年に出場を停止、結局2016年の途中に契約を4000万ドル近く残す形でリリースとなってしまいました。また獲得したプロスペクトたちについても、エースポテンシャルとして期待されたホフマンは5年間で防御率 6.40 と散々な成績でこのオフレッツへトレードされました。ホフマンに関しては制球が良くないというところもあるんですけれども、とにかく打たれまくっていまして、9イニングあたりのホームラン数も通算で 1.79 となかなかの被弾プリを見せていましたので、もちろんクワーズフィールドでプレイしていたからという側面もあるでしょうが、 MLB ではどうにもなりませんでしたね。カストロは今でこそ MLB のリリーフとしてそれなりに活躍していますが、こちらもロッキーズでは才能が開花することはなく移籍してしまいましたし、ティノコも2019年に MLB に到達しましたが、まだ目立った成績は残せていません。ティノコは昨年一度マーリンズへ移籍し、シーズン中にロッキーズに戻ってきたので、まだこのトレード失敗と判断を下すには早いのかもしれませんが、今のところトロイツキーという選手の価値に見合う見返りは全く得られていない印象です。では4つ目は2017年のトレードデッドラインに成立したドジャースとレンジャーズのトレードですね。このトレードでドジャースはダルビッシュ有選手を、レンジャーズはウィリー・カルフーンら3人のプロスペクトを獲得しています。このトレードの時点でダルビッシュ選手は FA まであと半年に迫っていましたので、プレーオフ進出が現実的ではない位置にいたレンジャーズはダルビッシュ選手のトレードを模索したわけですが、そこに7月31日の時点で74勝31敗で NL 最高勝率のドジャースがプレーオフの戦い、ひいては世界一ダッシュに向けた先発補強に出た形ですね。ドジャースはちょうどエースのクレイトン・カーショーが背中を痛めて故障者リスト入りしていた時期でもありましたので、この後の8月9月の戦いをより盤石なものにするという意味合いもこのダルビッシュ選手獲得には含まれていたと思います。一方レンジャーズ側はダルビッシュ選手放出で当時トッププロスペクトだったカルフーンを含め3人獲得できましたし、 FA でドラフト指名権をもらうよりかは良いリターンを得られたようにも思われました。そしてこのトレードですが、終盤までは概ねドジャースの期待通りに進みました。ドジャースに移籍してからのダルビッシュ選手は9先発で防御率 3.44 と先発としての役割を果たしましたし、ダイヤモンドバックスとの NLDS 第3戦は5回2安打1失点、カブスとの NLCS 第3戦でも7回途中1失点といずれの試合も好投し、勝利投手になるなどチームが期待した通りのパフォーマンスをプレーオフでも見せました。が風向きが変わったのがアストロズとのワールドシリーズで、このシリーズでダルビッシュ選手は第3戦と第7戦に先発しましたが、いずれの試合でも序盤からアストロズ打線に捕まってしまい、第3戦は2回途中4失点、全てが決まる第7戦も2回途中5失点と大荒れの内容で、シリーズ通算では3回3分の1を9失点と本来のピッチングができませんでした。もっともこの年のアストロズは例の一件がありましたので、これが真にダルビッシュ選手の実力を反映した結果なのかわからない部分もあるでしょうが、このワールドシリーズでの立て続けの大量失点に一部のドジャースファンが怒り狂っていたのは記憶に新しいですね。世界一ダッシュを視野に入れたトレードでもありましたが、最後の最後でトレードの印象が大きく変わった、そんなトレードだったのかなと思います。で一方でレンジャーズ側ですが、見返りのメインのプロスペクトであるウィリー・カルフーンがここまで何とも言えない成績を残しています。2019年に83試合で21本とブレイクの兆しは見えたんですが、昨年は29試合で打率1割9分、 OPS はわずかに4割9分1厘と成績面で転げ落ちてしまいまして、まだ評価が難しい選手です。昨年の成績面の下降については、春先にフリオ・ウリアスの95マイルの速球が顔面に当たり顎を骨折した影響ももしかしたら少なからずあったのかもしれませんが、ただ今季もハムストリングの怪我で開幕を故障者リストで迎える見込みですし、だんだんと立場が危うくなりつつあります。レンジャーズはチーム再建に舵を切っていますので、これから多くの若手選手たちを試す中で、カルフーンも今季復帰次第なるべく早い段階で結果を残していかないと安定した出場機会も確保できないかもしれません。もちろんこれからカルフーンがブレイクする可能性は全然あるとは思うんですけれども、今のところはダルビッシュ選手というエースに対する見返りとしては、カルフーンの活躍はまあ微妙かなという印象ですね。ということで今回は両球団の思惑通りにいかなかった大型トレードを振り返りました。
こう見るとトレードというのは何とも難しいものですよね。なるべく両チームにとってウィンウィンとなるのが望ましいですが、現実問題としてなかなかそれは難しいんでしょうね。今季もおそらく夏場あたりからトレードも盛んに行われるようになるでしょうが、今季はどんなトレードが成立するのかを楽しみにしつつ、それらが成功することを祈りたいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。